悠仁さま裏口入学成功の方を受け、天皇陛下は秋篠宮殿下に激怒。典子さま、定学歴天皇はお静かにの方言で一触即発に皇室内でも騒動にこうした文春の合格報道を受け、ネット上では、事実上の裏口入学だ。といった批判の声が殺到していますが、どうやら、この悠仁さまの受験問題に関しては、皇室内でも一悶着あったようです。今回の 久人様の裏口入学騒動に関して、最も深く憂慮されていたのは天皇陛下でした。陛下は、将来、天皇家となる秋篠宮家の現在の状況に関して、強い危機感を持たれているようです。例えば、陛下は、昨年のお誕生日会見にてマコさんと小室圭さんの結婚問題に関して、ご両親とよく話し合い、 多くの人が納得し喜んでくれる状況になることを願うということを煽られたのですが、結局、秋篠宮家は国民の意見も無視して結婚を強行することとなりました。悠仁さまの高校進学に関しても、定型高進学制度を利用して筑波大学附属高校に進学されることについては、多くの国民から批判の声が上がっていましたからね。陛下のお言葉も意に介されないの子様兼ねてから、 悠仁さまの進学先に関して、愛子さまよりも後編差値の学校に入れることを目標とされてきたという紀子さまで。すが、今回の悠仁さまの地区不合格に関しても、さぞかし満足され、得意になられているのではないでしょうか。これまで、ハーバード大学を優秀な成績で卒業し、外交官試験にも合格された皇后中黒雅子さまに対して紀子さまは強い対抗意識を持たれていました。 典子さまに関しては、ネット上では、学歴コンプレックスを持たれているのではないか。と噂さされてきましたが、それも、雅子さまとご自身の学歴などを比較されていたためでしょう。天皇陛下のお叱りは至極真っ当です。しかし、皇室内でも最高位にある方のご意見が無視されて、愚かで人迷惑な者の,の暴走が許されている、一体これはどういうことでしょうか。 この不正ばかり繰り返し反省のない邪悪強欲な人間を無力化する方法はないのでしょうか。現に当の高校の生徒や父兄や先生に大いなる迷惑がかかっているし、今後はその迷惑がもっとエスカレートしていくではないですか。国民に直接危害を加える特権階級など、この国に存在していいわけがありません。あまりの酷さに気が狂いそうになります。 そろそろ国民は本気で無力化の方法を考えねばいけないのでは、肝心心脳は男系男子支持の方でしたが生まれたばかりの久人心脳に対しては、すぐに良い貸しづいくかけをつけるように。あの両親には任せぬようにそうおっしゃってましたね。もっとも久人心脳は先天的に何か障害が終わりのようですから、年宮様とは違った養育の仕方が必要なようです。HN はどうお読みするのでしょう。 なるまさ愛とは、小室事変までの秋篠宮支持者が近所ご一家を馬鹿にして口にしていた言葉です。ええ、雑誌とか愛子とかイボとかね。趣味の悪いあだ名や悪口がお上手でしたよ。陛下もそろそろ文人非着室を証明するために、DNA 親子鑑定を命令されるべき時です。天皇家と秋篠宮家はもはや共存できません。陛下にとっては母方のいとこで、 一平民でしかない文人を皇族扱いしてきたことが間違いの始まりだったのです秋篠宮家は三宅でもない山上げたい無本集団になり下がりましたこのまま違法行為偽計業務妨害罪成立であるなる人のために裏口入学ができる新制度を作らせた紀子の姓を見逃せば永久に令和の裏口入学皇族事件として筑ふへの提携公正度問題は論じられ続け なる人にとっては名刺代わりの有名事件となるでしょうこの裏口入学事件は次世代の皇室の正当性に疑問符をつける危険的問題でもありますどんなに悪質な違法行為を犯してでも学歴を買おうというさもしいのり子の専民根性が皇族の権威と信用を地に貶としめるからです国民としてできることはあらゆるチャンネルを使って秋篠宮家が皇族にあるまじき 違法な存在であることを確認し合い、地元の国会議員に転犯改正の緊急性を訴え、非着室皇族一家の即日違法と、男系女子のの宮様を皇太子にいただけるように、微力でも声を上げることです。今の皇室には秋篠宮家という一部があるがため、2、日本国憲法第1条にある日本国民の総意ではなくなってきています。皇室は崇拝。 ただし秋篠宮家全員を除くが、これからの保守のあるべき姿勢です。地区府へ入ったとして授業は全くわからずお友達はできないでしょう。そうするとますます不登校になるでしょう。高校は小中と違い、出席日数が足りなければ卒業できません。また、成績のために卒業できないかもしれません。東大同校ではなく、高卒の資格はもらえるのでしょうか、日本人は、 高等三奪のためにはどんな違法行為でも結構する、社会的非難も気にしないというノリコの鉄面皮にはついていけません。彼女の哲学は朝鮮人でさらば受け入れられるものかもしれませんが、日本人は人前に息子を出せなくなるとして、裏口入学をここまで露骨にご利用ししたりなどしません。今回も私たちの時と同様に、点々という内容でお届けいたします。今年、 成人を迎えられる愛子さま。女性皇族が成年となられた際には、ならティアラが制作されるのですが、今年の宮内庁の予算にはティアラの制作費が盛り込まれていませんでした。そんな中、愛子さまのティアラ制作に対して道子さまが放った一言が注目を集めています。一体どういうことなのか、見てみましょう。以下本文4月13日、天皇陛下ご一家は、 皇居給吹き上げ戦闘御所を視察されました。皇居にはこれまで上皇ご夫妻がお住まいでしたが、生前退位に伴い、お二人は戦闘仮御所へ移られました。皇居は現在改修工事が行われており、工事完了後に天皇陛下ご一家が住まわれる予定となっています。この改修工事は先月末には完了する予定でしたが、 新型コロナウイルスの影響により工事の中断が発生したため現在も工事が続いており、6月末に完了する見通しとのことです。皇居へ向かわれる車内からは、報道陣に対し会釈をされるご一家の姿が見られ、雅子さまと愛子さまはお元気そうな笑顔をお見せになられていました。お二人の髪型に注目してみると、雅子さまはコンパクトに髪をまとめられており、シンプルながらも、 皇后としてての気品をを感じささせるヘアスタイルをされていま,すまた、愛子さまは春に合わせ髪をお切りになられたのか。髪型がミディアムボブに変わっておられます。愛子さまが髪をお切りになるには、2年前の英国留学の時以来です。ロングヘアや、長い髪を束ねられたヘアアレンジをされていることが多い印象の愛子さまですが、今回のヘアスタイルも大学生らしい大人の雰囲気を感じさせます。 ところで愛子さまら女性皇族の方々はどのような美容室を利用されているのでしょうか実は虎ノ門に70年にわたり女性皇族のヘアメイクを提案がけられてきた美容室があります歴代の女性皇族の皆さんはこの美容室で髪型を整えられてきました1993年に行われた天皇皇后両陛下のご成婚パレードの際も 雅子さまのヘアメイクはこちらの美容室で手掛けられ、その卓越した技術によって整えられたヘアスタイルは、オープンカーでの30分間にわたる30分パレードで風を受けながらも、切り乱れることはなかったそうです。70年もの長きにわたり、女性皇族の方々のヘアメイクを任されているのも納得できますね。今後、愛子さまが再度ロングヘアにされるかはわかりませんが、気になるのは、 今年愛皇族が成人した際は、が成人した際それに伴った記者会見が行われ、また、女性皇族の場合、パイプ清掃で着用するティアラなどのアクセササーが制作されます。愛子さまがどのようなヘアスタイルでご成人の会見に臨まれるのか、今から楽しみですが、一方で愛子さまのティアラについてはさまざまな噂が飛び交っています。 本年度の宮内庁の予算に、愛子さまのティアラ制作費が盛り込まれなかったのです。コロナ禍における情勢に配慮したる情とのことですが、ネット上では、眞子さまの結婚費用が予算に計上されなかったのはわかるが、愛子さまのディアラには予算を出してほしかった。コロナ禍で予算を抑えたいのはわかるが、愛子さまにとって成人は間にとって王で一度きりのことなのだから制作してもよいのではないかなど、 一生に一度である成人の行事ということもあり、愛子さまのティアラ政策に賛同する声が多く見られました。しかしながら現時点、宮内庁の予算を投じての愛子さまのティアラ政策が実現する可能性は低そうです。例えば新年の祝賀行事など、通常であれば女性皇族の方がティアラを着用される場面でも、コロナ禍での国民の状況に配慮し、ティアラの着用を取りやめられるなど、 他の女性皇族の方々もカビなアクセサリーの着用を自粛されています。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。 昨年は秋篠宮家の眞子さんが強行結婚をしてアメリカに逃亡したりと悪い意味で秋篠宮家が目立った年でした。そんな中、今度は上皇后の美智子様が天皇ご一家に対して発した言葉が話題を呼んでいます。秋篠宮家が少しずつご公務を再開しているのに対し、天皇ご一家に対して発した言葉が話題を呼んでいます。秋篠宮家が少しずつご公務を再開しているのに対し、 天皇家はまだオンライン公務が中心であることに不満を抱いていたようです。が、一体何があったのでしょうか。今回はそちらについて紹介と詳しい解説をしていきますので、ゆっくりして。言ってください。まず一つ目は、愛子さま天皇論に対する専門家たちの意見について取り上げていきます。では早速。ここからは引用を含みます。さて、 ネット上では以前から、愛子天皇待望論がでは早速。ここからは引用を含みます。さてネット上では以前から、愛子天皇待望論が盛り上がっています。現在、皇位継承1位と2位の座には秋篠宮家いますが昨年の眞子さんの強行結婚に端を発したバッシングが閉まらず、愛子様への期待度が以前よりも高まっているためです。仮に愛子様が即位された場合、 女性天皇が誕生することになります。世論調査を見ると、女性、女系の区別が理解できていない人もかなりの数に上るようです。皇室は、現在まで男系天皇が維持されてきました。もし女性天皇が一般の男性と結婚し、生まれた子供が即位したとすれば、女系天皇が誕生することになります。しかし、長い歴史の中で、 女系天皇は一度も誕生したことがありませんそもそも国民の大多数が、これまで臨時的に即位した8人の女性天皇に関してほとんど知らないように思われます。何としても時代の天皇につなぐため、できる範囲で天皇としての職務を全うする中黒中黒中黒。日常の仕事にも困難を感じていた、これまでの女性天皇の姿が浮かんでくるようです。 約1600種とも言われる作品の中に、次のようなものがあります。守れなお伊勢の内外の宮柱甘月杉の末永きを、この女性は、皇位継承が正しく続く用伊勢神宮の神に祈りを捧げられた和歌です。正しい皇位継承がどれほど難しいか、誰よりも実感したのは女性天皇かもしれません。ただし一点、注意が必要かもしれません。現代人が今日的な観点から、 女性天皇は政治的に利用されていたとか、大きな歴史の流れに翻弄されたと論評することは可能です。しかしながら、これまで即位した8人の女性天皇は、天皇であることの負担は感じていらっしゃったでしょうが、それよりも悠久の高騰を守るという、ご自身の使命の方をより強く感じ、その重責を誇りを持って遂行されていらっしゃったということです。このように、 皇族には皇位継承の重要性が骨の髄まで染み込んでいるわけです。そのため、歴代の女性天皇は即位にあたり、苦渋の決断や悲壮感という感覚は存在しなかったのではないか、と指摘する声もあります。即位にあたり、苦渋の決断や悲壮感という感覚は存在しなかったのではないか、と指摘する声もあります。ある意味、それをご自身の運命として受け止められ、 ご,ごく自然な気持ちで即位された可能性もあるのではでないでしょうか。好位継承という公の方が、私よりも重要だと考えていらっしゃったはずです。正しい好位継承のため、できることなら何でもする。それが皇族としては当たり前のことである、という意識は、当然お持ちになっていらっしゃったのではないでしょうか。以上が一つ目の記事の内容です。皆さんはどのように感じましたか 仮に男性皇族限定での継承の思いが絶対的であるならば、これまで一人も女性への継承はなかったはずですよね。たくさん継承可能な冒険男性がいた中、なぜ女性への継承があったのでしょう。国民が愛子さまを天皇に推す理由は、単純に秋篠宮や憎しということだけではないことを、有識者会議にも知ってほしいところですね。では二つ目の記事に移ります。さて、 感染症が減少している状況を鑑みて、皇室では外出を伴う公務がにわかに増えつつあります。美智子さまは長い自粛生活の中で、高輪の仮住まいからあきり外出されずに庭の散策やご趣味である読書、音楽鑑賞などを楽しまれる生活を送られていたと言われています。しかし、皇後,后を退いたとはいえ、急に亡くなった公務への未練も口にされているようです。 そんな道子様の心の支えとなっているのが、秋篠宮家であると言います。先頭仮ご所の関係者は、このように述べています。ご退位後も週1回のペースで皇居でのお茶会を楽しまれていた道子様ですが、高輪へのお引越し以降に感染症への警戒が強まったためこれはしばらく見送られています。